はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は投手で風投げくんを使っていきたいと思います。というわけで PSR45 をお借りしてます。じゃあちょっとまたテーブルの方から、改めて見ていきますと、風投げくんは40でね、固有が発動するキャラになりますので、タック60に、固有が乗っかって、でさらに得意練習率アップ 10% にまた固有が乗っかりますと。でやる気効果アップは75で、45になると、技術ボーナス8がつきますので、まあ、40でもいいんですけれども、45でね、使うことができればさらに技術を稼ぎ出せるといったところです。で、まあ、PSR なんでね、もし50お借りすることとか、できれば、まあ、タックが80まで、伸びるんで、タックは全体で100ですねというキャラになってます。で今回は投手で使っていきますので、コツの方が打たれ強さ、怪我しにくさ、キレ低めといったところになってます。で風投げくんはイベントで、敏捷ポイントをかなりくれるキャラになりますので、まあ、その敏捷ポイントを利用して今回ルナちゃんはね、走者釘付けを、取っていきます。なので沢村の変幻自在とは被らない形になります。まあ、こういったので進めていきましょう。練習立川友沢ばらけてんね、うまーくばらけてるね。どうするこれ、一回ルナちゃんの評価を上げていきましょう。最初はあそう黒金でね来てるのはね、なんとなくなんか毎回ねこうお試しキャラはねバンプが多かったんですけど、まああんまりねバンプばっかりやっててもなっていうのがあるので、今回は黒金で来てます。黒金もねだから久々っちゃ久々なんですよね。風投げ神楽坂くんか、神楽坂くんもな抑えてはおきたいんだけど、風投げから抑えておくか。キレがねちょっと打たれ強さか、神楽坂くんだけだと安定しないんで。で立川はねサンタで来てるので精密機械を取っていく関係で、まあ風投げくんはねコツが来たら割と優先的には追っていきたいですね。ルナちゃん、まあルナちゃん一人だけど、ルナちゃん上げていきましょう。で友沢はねやっぱりねポーカーフェイスがね本当に邪魔っちゃ邪魔なんですよね。まあ、ルナちゃんは3まで乗ったんで 10% か。どうせ次金儲けしなきゃいけないしな。やろう。キレか。ああ、くれなかった。キレか低めが欲しい。そういえばパワープロアプリの方だとさ、沢村ってクロスキャノンが金得で選べますけど、サクスペの方はまだだよね。なんかこうアプリでは強化されてるけど、サクスペではまだ強化されてないっていうのがいまいち把握できてないんだよね。説明は必要なしでいきましょう。なぜか黒金はね下が説明必要ない余計なんで、岩井くん頼むぞ、俺の100円を託す。あぶねー、流出するかと思った K マネー流出事件みたいな。これはどうしようかな、体力を回復していこう。あ待って、ちょ、なんかさ、さっきさ あったよね、なんか K マネーで日用品を買って実家に送ってるんだみたいな。これあれだよね、黒金だけだよね。そうなんだなんか割とさらっと読み通したけど、改めて見てみるとおってちょっと細かいね、いちいちテキスト用意したんだまあ別にテキストだからさそんなに容量食うわけじゃないんであれですけど。あと風投げくんはね前イベになってイベント数もね少ないっていうところがいいですね。パーティス買っておいて、タフドリンク130円のはいいかな。パースナック買おう。チームメイト評価上げていきましょう。あ、緩急がある。お、達人があるじゃん。ちょっと待って、これは取り置きしてもらおう。どうする、緩急変幻自在か。ルナちゃんクリスマスで1とはいえ、まあ買っ
ておきますか。達人の極意をちょっとお金貯めたいね。サムラで行こう。今回スタミナキャラをね入れてきたのはちょっと筋力とね精神ポイントをね両方稼ぎたかったんですよね。まだね変化球キャラのいわゆるルシファー枠がいないんでね、友沢がど根性なんでどうしてもね精神使うし、そう風投げは金徳復活なんでちょっとね精神きつくなるかなと思って、球速枠でもね良かったんですけど、球速だとね多分精神が厳しいかなと思ったんで沢村を連れてきてます。おお人はいる人はいる、ちょっとどうしよう。こっち金結構稼げるね人がいるからタックなしで65か経験点。ここら辺からちょっとねイベントで体力が下がってくんですよね。で無理はしたくない、これが金徳ですね。1回目が選択肢があって、で上だと伸びのコツが手に入るのかな、下だとなんだっけ。でここは敏捷ポイントは特に関係ないんで、まあ、好きな方を選んでくださいと。で金徳の2回目でね、敏捷ポイントが入るのと、通常イベントで選択肢によって敏捷ポイントが入るといったところですね。ここは岩井くんにまたお任せしましょう。200円だぞ。まあいいか、危ない危ない、体力が削られるね。でもう2回目ですね。で2回目で終わるんで金徳がただね復活コツ1でしか取れないんでね、そこがねちょっと厳しいところではあります。これで敏捷がね40に入るんでめちゃくちゃ稼げるんですよね。あとは、ちょいちょいしたものを買ってきますか。この辺は10円だし、あー新住石買おう。達人は置いておく。金もねある程度置いとかなきゃいけないんで、いやーちょっと待って、これはもう寝るっきゃないよね。で神楽坂くんの1回目と、いくらね敏捷ポイント稼げるとはいえ走者釘付けを取らないといけないんで、コツなしの変幻自在はじゃなくて脅威の切れ味は無理だよな。誰を上げていくか、沢村か、まあ、ただタックが組めないとスタミナの直上げは効果ないからね。モザでいこう。技術ポイントを持っててコントロール練習だから早っ金徳がどんどん進んでいくね。よし OK。 おかなりつかめた。 8% 8% だったらいいかなっていうのをね何回か繰り返してると怪我するからお小ざなぎって購買部会員権くれんだ、いいやつだな。これはこれはこれはこれでいこう。打球反応を潰しておきたい。2で取るか、そんなに敏捷でも余るわけじゃないかな。いいね、どんどん体力を回復していこう。で金儲けでさらに回復と、だいぶ戻ったね。どうする、マネちゃんか。オッケーオッケー。あ、なんだ精神強化がいっぱいある、まあ、ここも体力を回復しておきましょう。バイトで体力が減ってしまったんで。で風投げの下にするとまたね敏捷ポイントが28手に入るんで、でさらに打球反応と、これでも打球反応は潰しちゃっていいか。じゃあ3なんで
15使うのでも大丈夫か。ちょ怖えな。ルナちゃんのコツが来たら考えよう。そう精神だ。ちょ2、3個買っとく。いや本当だったら爆買いしたいんだけどね。達人の極意をねちょっと欲しいんだよね。やっぱりここはちょっと評価上げも兼ねて1回、まあねワンタックなんでね、ちょっと沢村でいこう。沢村もスタミナが直上げできるんで早めに。うわリリース忘れてた。沢村久々すぎて忘れてた。こいつリリースなんて持ってたんだ。よし練習試合しよう。どこだ。前らかよ。金がひどい。マジひどいんだけど。神楽坂くん、あそうか神楽坂くんがいたからやっぱリリースは早く潰しておくべきだったな。リリースとカチューンで、まだあれだね、ルナちゃん来てないね。そういえばコントロールは一応これで、48稼げるけど、ちょっとこっちでいきましょう。金金やっぱり金だよ黒金は。さっきなもうマジでひって練習試合をさせられたからな。でこれは進めていきましょう。ルナちゃん、来ない。だが神楽坂くんはもう終わったかな、これで。で風投げも終わってるんで、あとルナちゃんだ。えマジでルナちゃんだけ。前部はねこの下の段の人たちなんですよ。で風投げはもう終わったよね。で神楽坂くんも今ので終わったってことはもうルナちゃんだけじゃん。購買部453円。まあ1月になったらまた値引きが始まるんで。2人か。沢村がやっぱりちょっと遅いね。割と評価上げてると思ったんだけどまだか。コントロールと変化球って重要なのが下がってったな。ゆかり様か。ゆかり様に託そう。お願いします。うおー流出した。これなんだっけ。あ新しい、あそうこれね、分かった。クソゆかり様に金を預けたら今流行りの流出ってか、こっちかよルナちゃん。間に合わなそうだな。購買部を見ましょう。280円になってしまった。変化球は待っておく。ハサクジか。やっとこう。チームメイト評価。根性取りたいね。根性取りたいけどさ、達人の極意がな遠のいていく。ここはいろいろあるね。どうしようかな。まあポイント的にはこれなんだけど、ちょっとスタミナ上げていきたい。やっぱり復活持ちなんでね、どうしても先発にしたいですよね。くまなく観察して、12月の3週の前で来なければ終わった。クリスマス間に合わなかったか。ちょうどルナちゃんだけ発生してないね。コツか。コツワンタックだったらまあコツでいいと思うんだよね。タイピンで、クリスマスは一人だけど一応サンタ立川がフォローしてくれる。走るか。走って体力回復して、で次の週が金儲けなんで、それで体力満タンになるかな。いやーサンタ立川入れてよかった。
コツかタックかワンタックかワンタックが多いね。ちょっと今どうなってんだっけ。怪我しにくさって1だよね、まあ、1はさすがに無理だから。潰しておかなきゃいけないものは特にないかな。根性もね5にしておきたい。ちょっと持ってけるのであれば打たれ強さで、ここはこれでいこう。クイックを取っておきましょう。1で初詣に行って少しでも経験点を稼ぐ。小吉かで金儲けをして、マネちゃんか、マネちゃんがいたね。よし、オッケーオッケーオッケー。かわいいネックレスとかいらんわ。売ろう。初売り、ここでねちょっと達人の極意ね買っておきたかったんだけど無理だよね。やっぱりゆかり様に預けて流出してしまった K マネーが惜しいな。208円しか無理だ。だいぶね割引になるよね。本当はここでね取っておきたかったんだけどな。予定がめちゃくちゃずれたな。技術買っておくか。あとはいっか。なんか使うもんあったっけ。うん、あ、これあった。これでいくつになるの。だって490円まで下がってるけど無理だな。そうだね。まあどっちもいいんだけどな。こっちだな。サムラいいね。やっぱり割と久々に使ったけど、あとは低めのコツを風投げくんからもらわないといけないんで、キレもね掴んでおきたいよね。ガチャコーナー、また金がどうする。100円のやつ買う。もういや、もうちょっと節約していこう。節約生活、タフドリンク使おう。風投げか 13% なんかあったっけ。パワージュース飲もう。これで大丈夫でしょ。で打たれ強さはもう5までいったよね。でかといって怪我しにくさは取れないから、まあ、このままいきましょう。まあ、変化球の練習のレベルが下がってるからね。肩マッサージ機切れ。よし、切れはもうこれで掴んじゃおう。コツ、神楽坂くん、風投げか、風投げか。いやでも無理だよな。ヒットポイントっていうか、あれを回復するものがないからね。特にアイテムを持ってきてないんで、今回なんとなく野球神の守り持ってきてます。なんか消化しようっていうだけ。変化球ポイント意外に稼げてないね、こうやって見ると。寝るの？てかルナちゃんとこういう時にデートしたかったんだけどさ。メンタルやっとくか。お金を稼ぐか。チリも積もれば山となる。追加は発生せず。なぜルナちゃんのイベントが発生しない。これは体力は回復してくれて、で金儲けで体力回復して、で別に彼女じゃないけどバレンタインはくれるよね。マネちゃんにするか。どうしよう、マネちゃんでいこう。うまくいけばいいアイテムが手に入る。タフドリンク G。 よし、まあ、いいでしょう。沢村ってそういえばさ、今軽い玉がついてるんだけどさ、
その今のアクト2もさ軽い球なのかな。まあ失敗したけど、失敗っていうか、まあいいんだけどね。やる気が下がったんだけど。だからまず使うのはタフドリンクでしょ。精神変化球 DVD 売るか、それか。これ一番高いもんね。カフェネックですか。27円にしかなんないんだ。じゃあいいや。あ、ジャイロボールもあんのか。達人の極意がマジ買えねえわ。ジャイロボールも潰しておきたいな。風投げ。ビショボイト70もあんだけど。クイック1でもう掴んじゃう。ちょ、結構重いな。え、大丈夫か。なんか心配になってきたな。脅威の切れ味はじゃあ先にもう取っておいて、まあ、ルナちゃんがまたくれるからね。いくつくれたっけ。まあいいや、もう気にせずやっていこう。メンタル図鑑か。よし、低めも OK ですと。これ早めに来てほしかったな、沢村くん。風薙がいて、沢村がいて、2月の3週か。変化球が全然だな。まあまた普通でいくか。これだけ変化球キャラがいるのにもかかわらずてか本当はね、達人取ってからね上げた方がいいんだけど、いかんせん金不足に悩まされてるからな。よし、タイピン、ありがたい。一回ちょっとドカッとしたのが来てほしいね。DVD がやたら溜まってんな。金、ここでちょっと一攫千金狙おう。一攫千金狙おうって言っても別に矢部とかさ持ちとやるわけじゃないけど、またゆかり様に預ける。流出するからね、ゆかり様に預けると。ほらひどくない。あ、ようやく来た。3月だから月1くらいのペースでデッドしとけば大丈夫でしょう。5億とかもう K マネーで5億稼げや。また金がねえよ。あ、ジムチケットはちょっと買っとこう。あと安っちいやつ買っていくか。金があればね、こういうのもちょっとね買っときたかったんだけどね。なんか買えずに終わりそうだよね。ここ人はいっぱいいる、人はいっぱいいるとはいえ、なんだかな、こういう時にデートしとくか。ゆかり様に今400円持ってかれてるでしょ。いや、やっぱりね危険だよそういうの。まあ俺はなんていうの、その仮想コインとか持ってないんですけど、ワンダーがね割と最近手出し始めてるんで。どれだ。精神だな、これ買っとこう。で DVD 売ろう。DVD で変換できるほど稼げないんで、どっちがいいの、どれも一緒。これにしとくか。よし、倍額でいこう。もう金ないんだよ、頼む。マネちゃん、やった、売れた。234手に入ったぜ。523、630、高えよ本当に。なんろくな練習がないな。さらに追い打ちをかけるようにスカウトさん評価上げておくか。まあ、ルナちゃんはね次回復なんで、ちょっと今の段階でデートするのはさすがにもったいないよね。ちょっと変化球足りてないよね。変化球を中心に上げていこう。よし、
機材レベルも上がって監督から10円もらって、これはどうしようかな。普通に病院に行ってもらうか。精神か。でここで金儲けを挟んで、ただスタメンの落札もあるからね。あー UI かー、なんかちょっと危険なことばっかりしてるよな。おい金が俺の材料高騰してるとかふざけんな。840円とか手出せねえよ。ここはマジ手出せないわ。今何個ある？使えるもん使っとかないとね。あ、スポーツジムチケットはもう使っていいでしょ。こんなもんか。あ、メンタル上げとこう。よし。全然ハマらんな。全然ハマらないね。もういいや、ちょっとデートしちゃおう。変化球でね、ドカッと1回稼げれば違うんだろうけど、いかんせん今回な金が稼げてないからね。もうちょっと不確定要素があるのは参加しない。コツかー、まあ、精神ね、友沢ね、ポカフェイス、まあ、自覚にするのはちょっとな、さすがにあれだよな。練習コツか。根性がないとちょっと無理だよね。あれ根性は買ったんだっけ。スタミナか。沢村がよく来るね。根性がちょっとどうなってんのか見たい。緩急を使うとマジで変化球が伸びねえな。そうすると低めはもういいでしょう。まあ許容範囲内か。ちょっと待ってね、コントロールをかなり上げないといけないからな。一応球速アピールできてるんで、初期で134あるのはでかいよね。スタミナはまた沢村で上げられるから、いやここはスタミナでいこう。いいね。あー、これは行こう。短縮する。どうよ、パワースナック。どうなんだっけ、矢部くんの能力が上がったって。クロスファイヤー謎だ。総力が2上がったもんよくわかんねえし。このイベントもね、ここで起こってもしょうがないしね。とりあえずゆかり様だな。もう餅とかマジ超いらんわ、こんなやつ。落札か。落札でまた金かかるな。せっかく500円貯めたのに。もうろくなもんがねえんだけど。バイトしよう。怪しいバイトに手を出そう。うわー金は手に入ったが失ったものも大きい。これだってこれ買っちゃうとさ絶対落札できないからね。もうスタミナ来るね。沢村、え、なんで得意練習率アップ持ってたっけ。ちょっと沢村見ます。やる気効果、あれ得意練習率アップないよね。ないけどなぜか今回よく来るな。沢村働いてるけどさ、他の変化球キャラが全然働いてないんだけど。よし、やろう。スタミナ8とか。これどうやってやってたっけ。なんか最初割と高めで、今100円出そう。ほら、みんないなくなれ。こいつ、あと10円でいいや。やったー。これ回復できんだよね。よし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 。変化球。
おお、いいね。ちょっと待ってね。おお。ルナちゃん、友沢のダブルタックか。で、沢村と風薙が重なってるから、まあ、それなりに稼げんのか。210円。ここに来てで、ようやくだよ。おお、金を稼いでいこう。もう今までの金を取り戻さないとね。で、コツだけ。だから、とりあえず購買部に寄って、達人の極意を買って、よし、千丸になった。あとは、これを買って、パワージュースは買っとこう。まだ使わない。タフはもうこの時期になったらいいかな。対強打者か、悪くないね。悪くないけど、6月のあれも見ておくか。で、変化球は何あげてんだっけ、カーブか。で、ルナちゃんとデートをして3回目。勝てるかな。タイピンはでももう5になったよね。全体的になんかね、経験点が稼げてない気がするんだよね。この今の能力的に。黒金強化ね、やりたいよね。絶対楽しいよ、黒金強化は。よし、振ってくれた。いやー、経験点くれるわー、やっぱり。ただラスト金儲け。まあ、ブラに行こう。よしよし。マネちゃんはね、やっぱり安定して稼ぎ出せるよね。パワージュースも買っとこう。ぬいぐるみ系とか直にいらないからな。これは変化球ちょっと足りない、マジで。で、先にちょっと変幻自在を抑えておくか。でそもそも本当足りるの？特に練習もいいものがあるわけじゃないので、デートを進めていきましょう。まあ、走者釘付けはね、2でくれるからね。で、練習練習。変化球が来てる。技術ってどうなってんだ。まあでも神楽坂くんがいるから技術もわりかし稼げるね。スカウトさん評価も上げられるし。黒金はね、練習試合がないからね。スカウトさん評価をちょっと意識していかないと。最後の試合だけど多分ドラ3とかになるんだよね。あー、やりたいね。ガブ飲みするか。ちょっと待って、もう最後か。じゃあタフドリンク飲んでおく。あ、こっちの方がいいか。まずこれを買おう。技術ポイント、スタミナスパイク。あ、足んねえわ。まあいいか。スタミナは沢村が働いてくれたんで、まあ、あとこんなもんか。で、ちょっとガブ飲みしよう。パワースナックなんとなく使っとく。パージュースよく大丈夫か。 0% よし。どうする、ちょっとポーカーフェイスをどうするか。まあいいや、もう。これはもうしょうがない。ひどい。試合前に下げられた。いや、ここら辺でさ、こんないっぱい来てもさ、遅いよ。もう別に買えないからね。ちょっとさ、早めに来てほしかったんだけど、とりあえずスライダーを覚えとこう。3球種覚えとこう。これだってさ、ドリンク飲んでもちょっと無理だよね。 37% はこれ1個じゃ無理だよ。ということで、ルナちゃん終わらせるか。
ってルナちゃん終わらせて自然回復でドリンク飲んでどうかなっていうところで、走者釘付け上、美女40か、40しか来んなかったっけさて、ここはもう普通に打ってこう野球神のお守り持ってるからね。で78、あ、全然余裕だな。23万のか、ということは打球反応も取れるね。よしよしよし、ど根性は掴んどこう。もう奪三振も取っておくでしょう。復活だね。復活がちょっときついか。あれ、そうするとさ、結構さ、黒金打線強くねえか。1番やべ、2番持ち風薙もいるからね。ちょっと待って、ちょっと見たい。野手データ1番やべえ、まあいいでしょ。2番持ち強いでしょ。風薙ももちろん強いでしょ。で4番友沢でしょ、5番宝塚でしょ、6番岩井くん、いいね。6番までは強いね打線いいぞこれ。風薙とかね、入れるとね、野手で活躍してくれるからね。友沢もマジ強いよ。いや、友沢がほんといい。ショート守ってくれるからね、この能力で。一応1失点で完投したか。一回寝るか、それかもう。コツだけ、ルナちゃん、まあ、ルナちゃんのコツだったら、あとジャイロボールか。寝よう、ここは。よし、一応回復はできた。来た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 、ダブルタック。ルナちゃん、これはここだな。技術いいね50稼いだか。ここも打っていきましょう。あ、そうか、友沢がこっちにいるから何にも特に何にも発しないね。まあ、でもなんだかんだでね、黒金面白いは面白いよね今回ちょっと金儲けがあれだけど、単調な感じにはならないからね。だから、ああ、ショートライナー、これでツーアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。初球見送ってストライク、まずは見送りました。ちょっとスピリットだな。いやー、黒金同点のチャンスです。ワンアウトランナー1番まで回そう。やべ、まで回す。第2球投げた、打った、センターへの打球、ヒット、ハットでヒットを放ちました。よし、やべ、やる気絶好調。チャンスが続きます。第2球投げた、やべの力を見ろ。さすがだ、やべ。黒金追加点のチャンスです。ノーアウトランナー2塁という場面、打った、これは強えわ打線がマジ強えわ。何点取られてんだよ。コントロール、よくよく考えれば、おお、来たね。よくよく考えればさ、風薙とコントロール練習してなくねえかまあいいんだけどさ、臨床ポイントをね、大量に稼ぎ出してくれたんで。特に何にもなしか。ここは精神練習をして、変化球がだからあんままだ伸びてないんだよね。復活、プロファイルも取っておこう。打たれ強さ、タイピンはまあ1ずつ取っておきますか。で、スライダー3、球速、コントロールもないね。ちょっと厳しいね、やっぱり。K
経験点的なものそのものが厳しいからね。よし行こう。ああちょっと早かった、ちょっと早かったね。しまったー、危ない。マジいいわこいつら本当に。また風投げだ。ツーアウトランナー二塁三塁という場面で風投げ第2球投げました。風投げってさ能力全部一緒いっちゃん、その69、69、69、69、69だったけどさ、スポーツジムチケット使ってちょっと能力ばらけたね。そういうもんなんだ、一律で上がるわけじゃないんだねスポーツジムチケットは。ちょっと見てみようこういうの割と気になる。風投げくん、あこれだと反映されてないんだスポーツジムチケット。あそういうこと、ちょ分かんねえわ試合になれば見えんのかな。コントロール、よし初だね、多分初だよねこれ言ってくるよ多分。あ言ってこなかった初じゃなかったわ、いつ練習したっけ、最初の方に練習したのかな。あとここでミートも上がってんのか、そういえば全員のコントロールってさ俺のコントロールも上がってるよね。お待たせしました、村上君とか割とどうでもいいけどな、これで見れるの。あやっぱ全然バラバラだね。ほうほうほう、なるほど。第2球投げました、打った当たりだ。誰だっけ、なんか一般モブだったよね。なんとかして上位打線に回す。打ちました初球打ちヒット、よしここからヒットを放ちました。うわやべくん、なおもチャンスが続いています。若干のやる気のなさを出しているな。大きく外れました、投げましたやべいや、いいわ。おお最後1点取られてしまった。で点を取られるとね経験点が一気に下がるからね。コツか変化球、ルナちゃんお一人か、沢村あとなんだっけ、クロスファイヤーとかも取ったしね、タイピンも5だしね、怪我しにくさか、今更怪我しにくさとかいらないからな。頭持ちね、投手ね、どうしようかな。変化球がね足りてないは足りてないんだよね多分足りてる ?444 くらいにしときたいんだよねやっぱり全部4。エピローグでもらえるとはいえ、ただね計算を見せると変化球余りになるからね、変化球を消化できないで終わっちゃうっていう。あとアンドロメダ大西か、こいつも俺は嫌いなんだよね。金が今になって金がすんげえあるな。あそうか、あと一応あれだセンス丸にはなったのか。あれどれだ、カーブか、次はカーブだね。でこれ上げとくか、スタミナは B にしておこう。だと球速を145まで持っていけるね。よし、追加点のチャンスです。3点取ったってこと、ツーアウトランナー1塁3塁という、どういうこと、村上ホームラン打ったのか。ファーストランナーを誰がホームラン打ってもおかしくないからねこのメンツだったら。第3球を投げました、打ちました、センター前進、落ちない、掴んでこれです。
めっちゃ点取られてんだけど。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で岩井投げました。2球目ストレート、際どい。あれは絶対打てないわ。投球はこれから3球目。もうカウンター2ボール1ストライクです。さあ4球目打った。これは強烈、いった入った。黒金追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で友澤ダメだ。第2球投げた。ボールカウントワンボールワンストライク。第3球を投げた。入ってくるね。追い込まれました。いや厳しい、あの球はマジで厳しい。アウトロースクリュー外れてボール。カウントはツーボールツーストライク。第5球投げた。ボール完全なボール球。カウントスリーボールツーストライクです。投げた、打ちました。若干遅れたけど、まあまあまあなんとかなった。せめて甲子園優勝してポイントを稼がないと。初球を打ちました。アウト。黒金なおもチャンス。岩井くんがホームラン打って、さっき俺が打ったんだっけ。初球出てた、忘れたわ。黒金ビートを3点に広げます。7対4。ここから下位打線とはこいつパワー A あるし、普通に持っていけるわ。黒金ちょっと序盤に点を取られすぎだよ。全く今日もさ強化されたかどうかよくわかんないんだよね。サクスペの方で前はね、俺割とパピオン好きだったんだけどね。エピローグで経験点くれっからあとイベントが軽いから。ただその代わりに金徳が手に入らないっていうあれはあったんだけど、今それが解消されてるからね、割といいんじゃないかってちょっと思ってるんですけど。強化されたパピオン、ルナちゃんね、いいね。経験点とかマジ超くれる。最後これどんくらいもらえるの。あーそれなりだね。で5500か。でも経験点がまあまあ黒金かっていうところだよね。じゃあちょっと変化球を上げて、あと取らなきゃいけないのって何かあった。尻上がりせっかくだからまあ取っておこう。復活ももう取ってあるしね。ツーシーム第2ストレートはちょっと欲しい。でここから手応えが取れるね。いい感じで消化できたな。球速を上げておくか。じゃあ147までか。で変化球は無理だからタイピンは取っとこう。じゃあ打たれ強さもいけるかな。そうするとそれでうまい感じに消化できたね。スタミナ1上げてよしという感じの選手になりました。風薙くんね、ほんとね敏捷ポイントをねめちゃくちゃくれるんで、まあね、金徳で敏捷ポイントを使うキャラと組み合わせると、かなり使いやすいキャラになると思います。で前イベでねイベント数も少ないんで、組み込みやすい、キャラだと思いますので、ほんとね、風薙くん高レベルで今回、作者で取れた方はほんと羨ましいですと。俺今プラ1なんでまだまあゆっくりゆっくり解放していく感じに、なります。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。